速報です。今 YouTube に動画をアップロードするだけで大金を稼いでいる人たちがいるようです。インターネットユーザーの実に 87% が YouTube を利用しており、ここには大きなビジネスチャンスが潜んでいます。詳細は説明文のリンクよりご確認ください。ニュースでした。ウロボロスをご覧の皆さん、どうもこんばんは。ドラマの裏側や出演者たちのエピソードを語る副音声裏ワラスへようこそ。第2回目、龍崎育夫を演じております生田斗真です。よろしくお願いします。小栗丸俊三郎です。よー、俊三郎。そして、裏バラスの発案者で、発案者なの？いや、わかんない。タイトルはつけたのに。なるほど。そして司会を担当してくれますのはこちらの方です。はい、町江組構成員深町武史を演じる室剛です。今回もよろしくお願いいたします。まさかやっぱり2回目やりますね、副音声を。ね。どうでしたか、評判は。すごいいろんな人からなんか連絡が来たって、ね、あ、来ました。感想というか、いろいろ来ましたよ。あの、ツイッターやら SNS でも大騒ぎで、半分が内容が全然入ってこないって。そりゃそうだよ。だってさ、前回の副音声終わった後、3人の空気おかしかったもん。これやってよかったのかっていう空気がありましたからね。いや、これ やっぱさ、これやっといてなんだけどさ、後から副音声で見てほしいな。そうだ。いや、これも今、オンエア上見てる方、見てくれてる方いると思うんだけど、全然入ってこないもん、やっぱり。そうなんだよね。あの、僕ら知らなかった時、僕らが喋ってる時、あんまりセリフが聞こえないらしいんだよね。いや、もう全然聞こえないです。全然聞こえてないし。聞こえないしさ、なんかさ、猪木とかさ、生瀬ファンとかさ、もう。散々なこと言ってたし、すげえいいシーンなのに。生瀬ファンが、ホットワードって、あの、ツイッターの、ホットワードに乗っちゃったらしい。ラマセファが乗っちゃったらしい。大変なことですよ。ただ、原作者の神崎さんが、5話プラス副音声楽しく見させてもらいました。面白かったですとツイートされたと。原作の方の後押しがあればね、やる意味もあったということですけど。だってほら、ゆうこ先生もう喋ってるけど、今何喋ってるか二人とも聞こえてなかったし。今大事だしね。だって、向こうが初めて、まほろばに来た。っていうシーンだからさ。で、副音声の難しさはここだよね。副音声やる理由を説明したらもうストーリー始まっちゃう。まあ、でも、こういうことでしょ、きっと副音声ってさ。そうこういうことなんですよ。そうなんですよ。ね、そうなんですよね。これ、だってさ、うん、今のシーンで言うとさ、真夏のシーンなんだけど、鼻噛んでんだけど、かっちゃん、どうするすごいね。鼻を噛んでる。だからそういうところなんだよ。鼻噛んじゃったりすると、あ、今、小栗さん、鼻噛んでるってなっちゃうから。今、ほら、イクオがやっと起きたのに。そうだ、今夏のシーン、冬なのに、今夏のシーンを撮ってて、うん、きっと広瀬さん、ね、ゆいこ先生とか、うん、イクオたっちゃん、大変だっただろうな、っていう話です。そうですよ。前回重要なシーンが満載ありました。聖副総監の日々の観察官が金時計をしていた。ゆいこ先生は公安だった。そしてイクオの気持ちが揺れ始めている。そして今週は様々な謎が明らかになるということでございます。二人は見てほしいシーンはありますか？特にこれというところは。いや、僕はね、マジ本当面白いな。うん。すっげえ面白いから、マジ。副音声で見ないでほしい。だから、いや、違う。もうちゃんと見てほしい。じゃあもうさ、じゃあもうこっから喋んのやめよ。おぉ喋んのやめるわ。初の試み、副音声で喋らない。副音声喋らない。こっからもう俺らも見よう。あ、本当に。その方がいいって。そうか。それでは見てくれるもん、ね。だってみんなセリフ聞こえないんだもん。そうなんだよ。ほら、今もう俺、だって、イクオが今これ何してんのもうわかんのか、ちょっと。見てなかったから。今結構重要だよ、もう。今誰に電話したの今、うん、あれは、あの携帯は、たっちゃん専用携帯か。出てきた。生瀬ファーン。まだ。違います。まだです。来た。中野優太。山下くん。中野くん。ここからのね、この6話からのゲストですね。そうですね。あ、たっちゃん、刑事のふり。今日のコスプレはいいですね。刑事のふりしてます。これ、室井管理官のコスプレです。イメージ、だからオールバックなんですか？ですか？これはそれをちょっと意識した、勝谷なりの、刑事と言ったらそれだろう。マジですか？刑事といえば室井管理官ですか？そうですよ。今、そろそろじゃあアップになったらあの音楽になるんで、そう。行こう。行こうと。あかんわ。ほら、そうだ。小栗さんですよ。ストーリー入ってこなくさせるの。
ね。で、おい、だから乗っちゃいけないんですよ。行くとさ。回想でね、こうやって公安たちが言ってた山城隼人。ほら楽しんじゃってんじゃん。ほら全然本編の空気と違うんだもん。テレビ局違うし、ね。そうなんだよ。俺使えるかな、大丈夫かな。分かんない。これ使ったら大変だよまだ。山城隼人はね、2月14日バレンタインデー生まれっていうね。あ、はいはい。なかなかね、甘い日に生まれてるんですよ、ね。甘い日に生まれてますね。うん、抜けてる写真が。すごい、さりげなくそんなストーリーに戻すですね。戻す、まあ、2回目になるとそんな技術まで、そう複合性技術が上がってますね。上がってくるから。すごい。ここ見ようか、じゃあ。あ、いいですね。この2人ちょっと珍しいもんね。珍しいですね。こんな2人ともね、ボブ対決。ほら、まだおかしなこと言う。あ、これ前回でいいし。ボブ対決。分け方違う、ボブ対決だよ、これ。そうだね、そうだね、うん、ちょっと待って、だから2人の会話より髪型しか入ってこない。そのせい聞かないで今を。あのリアルタイムで見てる人たち、ボブタイム、もう戻してお願いだから。ボブ並びだったもんね。スーツ対決でしたね。いいですよ、いいシーン。ゆずきこと付き合ってるって今。いやとかっていうシーン。2人ともキューティクルが半端じゃないな。天使の方が。あの人は悪い。すげえ信頼してくれんだよ、ヒロさん。ほんとちょっとの長さの違いだよ、このボブ。だから、カウムの話いいよ、もう。お、そしたら、ほら、そしたらボブが。おい、主役に触れろよ。主役に触れていこうぜ。お、リンゴ取った。なんでリンゴ取るんですか、これは。たっちゃん。本庁にいたよ。え？何が？チンド系の男。マジかよ。本当かよ。それも二人。そうかも、二人しか見えない。入ってきたよ、マジで。日々の主席なんですか？あの時の男かどうかは分からない。ああ、いいですね。それも。ストーリー、これ見始めちゃうとこうやって不幸になっちゃうんですよね。そうだ。そうすると今度不幸性聞いてる人たち、ね、あれってなる、ね。突然さ、前のシーンとか分かってないのに、ここだけ見てる。だからみんな違うんですよ。会話よりも室井管理官のどこで音楽が鳴るかになっちゃう。周りによっちゃその親父ぶっ殺そうと思うんだから。いいですね。相棒だからって下手に聞いてる。ちょっとこれはもう、わかんないんだけどさ、イクオとタッちゃんのちょっとこうひびが入ってくるっていうか関係にね。そうですね。関係がちょっとずつずれが。お腹ちょっと減ってたんだよね、タッちゃんあの時。そう、なぜ今リンゴを食べたのかってところになりますけど。そう、そんなね、山城隼人の部屋に置いてあったリンゴ、うん、かじりますね。これね、一応私の中では、はい、なんていうの。自分に対するオマージュみたいな。これ今僕このウロボロスって花より団子という作品のスタッフ陣、ほぼそういうスタッフ陣と仕事してるんですけど、それでね、花より団子、昔僕が花沢るいっていう役、はい、すりりんごしか食べれなくなっちゃったっていうエピソードがあって、でたっちゃんはあのりんごかっちりいくぜっていう、そういうなんかね、時を超えたオマージュっていう。そうですね。はい。ウロボロスのストーリー的には大変なことが起こってます。もうね、そうなんだ。びっくりした裏切りしたかったんですけど。話で、庄司さん、撃っちゃったよ、今。撃っちゃいましたね。そうだよ。今あれ、見てる人にとっては驚きのシーンなんですけど。来た、セムナナ。肌、ツルツルだから。半端じゃねえから、これ。お。こうなっちゃう。ここにショートカットが来るのね。これ今度ショートカットが来る。このショートなかなか似合うの難しいショートよ。難しいのでね、あのいい位置にほくろがあるのね。あの鼻じゃねえか。ほっぺたのところ、ね。ほっぺたのところ、ね。立派な第三勢力でしょ。第三勢力。警視庁にも警察庁にも。キャリア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 。キャ
ャリアウーマンはやっぱりなるべく髪の毛短い方がいいんだね、きっとね。ああ、そうなんですかね。長い人はいないんだね。そういえば二人に関係ある話あったわ。さっき第一署の刑事の遺体が発見されたって。え、長野さん。俺が、そうですよ、さっき撃たれてましたから。長野さんが出てきました。まさかこんなことになるとはよ。出てきたんですよ。まさかこんなことになるとは言う。あれ、長野さん、あれ、いい視聴者ですね。え、ってことは、あれ、正直そんなことある。どうなったんでしょうね、これは。すいません。おっと、おお、どうだった。え、おお、まさかてめえに撃たれるとはな。長野さん、なんでまさかの俺のことつけ回してた。これが先週の先週のね、そうそうそう、そうですね。こっちはこの間変なことに巻き込まれて警戒したんだ。もう見て歩いたりするかよ。もう団長級。まさか二人の関係がこんなふうになるとはね。何があったのかって感じですね。俺の不正を見逃してくれるって。俺、大杉の処分横流ししてたんです。庄司さんはね、俺ずっとバックダンサーとかやってた頃の振付師のサンチェ先生っているんだけど、はい、サンチェさんにすごい似てて、はい、すげえ怖いね、サンチェさん、はい、めっちゃ昔怒られててさ、はい、庄司さんに会うとサンチェさんが思い出す。その情報いる。すげえ、裏話にも程があるじゃん。それ、トーマだけの裏なんだけど。俺含めた、その頃からに教わってたバックダンサーたちは、ね、みんなわかると思うね。何先生？サンチェさん。サンチェさん？サンチェさん。ちょっと似てんだよね。ちょっと思い出すね。以上です。その裏いる？すげえ、この人たち本当に。ストーリー入ってこなくなっちゃう。この人たち聞いてると。マクワから問題。もうゴアもそうだけど、物語が急激にこう動いていくからね。自殺なんかじゃねえ。違うだよ。お前なんか知ってんの？この二人のやりとりが見事ありますね。まさか庄司さんが自殺するなんて。謎が謎を呼んでいるね。それさっき僕が言ったやつだ。すいません。数分後に まさか自分のコメントの言ったのちょっとやめてもらっていいですか。気に入ったのを少し時間を置いて言うのやめてもらっていいですか。そういうのうまいよね。そうなんですよ。しれっと自分のものにしてるんですけど。お前たち警察じゃねえか。あの言葉がもし本当なら、来た。ゆうだか、あ、ちょうどかね。ちょっと何考えてるか分かんない雰囲気っていうのはね、ちょっと対峙しててもちょっと怖いんで。さあ、ということでね、すいませんでした、リンゴ、ちょっと長めに。ちょっとリンゴの説明が長かったの、サンチェさんの話がちょっと嫌だかったということで、CM。今、CM 挟んでる間に、正解です。リンゴの話はいらなかったんじゃないかと。サンチェさんの話も嫌だかったという反省をしましたし。今週は正座をされてですね。もう足治りました。もう治癒力が半端じゃねえんだ。何の立つや、自然治癒力、半端ないです。すっかり忘れちゃうから、3日ぐらいで足打たれたんです。素晴らしい。だからここまで登り詰めてるんです。これ顎食いっていうんですか。顎食いっていうんですか。顎食いっていう。これ顎食いっていうらしいです。僕も初めて知りましたけど。あんたが何か人に言えない目的を見とれてますか。その目的を果たして。小栗いい顔になってきたな。そうでしょ。あれさんのことじゃねえんだ今喋るの。本当だよ。嘘でしょ。嘘
嘘でしょ、小栗いい顔になってきたなってホットワード乗りますよ。ちょっと本当に、あ、出た、いや、いい運転してますね、いい運転っぷりです、いい運転っぷりですよ、いいね、いいね、いや、木村さんじゃないですよ、木村さんじゃないの、オンリューじゃないですよ、いつも愛はすり抜けたじゃないですよ、木村さんじゃないですよ、木村さん、木村さんがレンドラー出てこの役やったらすごいニュースですよ、それ違うじゃん、俺、ね、ちょっと待って、俺今週出番これで終わりなんだから、俺木村さんの歌歌って終わりだよ、なんでオンリー歌って終わったんだよ。ストーリーだから。こうぜ、おかしい。ほらほらほら、見てよ、大事大事、これだってこんな日々の観察官と二人で喋ってんだよ。何のご用ですか。本当だ。うん、おい、じゃあ俺の話させろ。おうおう、じゃあしようしようしよう。いやいいだいいだ。もういいや。いやいいよいいよ。しようよ。あえて、あえてもうここちょっと捨てよ。捨てよ。このシーン捨てよ。超大事。超大事らしいです。捨てよ。謎解くが無力な話よ。いやいや、急に俺は何と思ったんだけど。シュン君がさ、僕のことを氷室だ、氷室だ、氷室さんだ、氷室さんだって言われて、急に動画一番最初に言い始めたのは生田君です。ああ、そうです。俺が言い出した。俺がと、室君と撮った写真をトーマに送ったら、氷室ックじゃんっつって入ってきて、で、氷室京介の室はカタカナね。そうですね。で、俺何も知らないけど、急に、シュンが動画を回し始めるから、俺は。じゃあ、氷室ックお願いしますって言われるからさ、オンリーユー歌っちゃって。誕生日の日に誕生日すり抜けたけ傷つくことに帯をずらです。副音声歌歌いすぎですよ。ここマジ大事だから、大事です。いいよ、この話は捨てよ。捨てちゃダメでしょ。だって今更見て見させられてもお客さんだともう困っちゃうから。そう、捨てよ。わかんないしね、もうね。副音声、何の話？何の話？捨てなきゃいけない。何の話？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 昨日どうだった？昨日どうだった？でもさ、そう、撮影がさ、今、大変なんでしょ？本当に。いや、ちょっとね、本当に今、もちろん僕ら、大変は大変だけど、スタッフさんがね。いや、もうスタッフ陣が本当に、かなり、大変な過酷な状況になってます。スタッフさんは撮影だけじゃないですからね、うん、編集もあるしね、間に合わせなきゃいけない。いやすごい、結構本当にあやっぱり連続ドラマってこんなスケジュールだったかなって思うぐらいね。まあでもみんなが頑張ってくれてるからこっちも頑張んなきゃっていう感じですよね。みんなの本当にスタッフの顔が土色になってる。あのね、しかないな。マクロバという児童養護施設で起きた重要な真実、殺人事件についても。これ、この金時計誰か言おうか。ダメだよ。ダメ。すげえな、おい。違うじゃん。なに第6話途中で金時計誰か言っちゃう。どうどう、もうさ、6話さ、みんな見たいけど見れないから、うん、先に俺らが内容喋っちゃうって言うの、どう、うん、でも、言っちゃうの、うん、今日の6話こういう話ですよ。うん、そしたらさ、安心してみんな6話のこの裏バラス聞けんじゃない。はい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 、うん、どうですか生田さん。絶対ダメだよ。そりゃそうだよ。さあ、場所は警視庁ですね。はい、うん、さあ来た。待ち伏せしてるのは肘。おここも大事なところだ、ね、すいません。金時計組だからね、絶対何か関わってるんじゃないか。追いますね、追いますね。追うけど電話かかってきた。あれあれあれ電話かかってきた。あれ今、いい不幸せでしたね。日比野さん、お昼出ちゃいましたと。これ松江組出てきました。これ松江組。はい。あ、乗り込みますか、また。ふかまち出てくる？出てくる。ふっくん。ふっくん出てくる？ふっくん出てくるかな。ふっくん取った覚えないけど出てきたら面白い、ね。ふっくん出てきたら面白いね、これね。あ、これ、これふっくんじゃない？あ、あ、よっ。ふっくんじゃねえじゃん。三島っていいだった。三島っていいじゃん。三島っていいだった。一人で抱えてねえで。この手になんか、スリスリするの、これ何なんですか。三島さん。マジっすか。ちょっと麗しいかな。ああいう遊び心があるというか、ああいうのね、入れてくんだよね、吉田。素晴らしく意味がなくていいんですよね。
意味がないけど関係性が出る。うん、好きなんだよね、あの人。これ何してるの？これね、ららら、日比野さんがお弁当を作ってきてくれたんです。あ、そうですね。しかもこうオムライス。なんかさ、もう少しオムライスにさ、ケチャップかけ方あったんじゃない？なるほど。かけ方ある？ケチャップのかけ方は。どうやってかけんの？え、真ん中じゃない？あんなこんな風にさ、なんかさ、こういうラインでさ、こう、ぐねぐね、波型とかさ、なんで、なんで真ん中にギューみたいな。往復しちゃう。往復ケチャップしちゃうの？あ、あれですか？もしかしてあなた方、ソースとかも、ビャビャビャってその、そう、波ですよ。波ですよ。波ですか？あ、僕違います。どうも、スンスンですか？往復ケチャップでしょ？往復ケチャップしないです。往復ケチャップしてたよ。往復ケチャップしてた。縦にね。一箇所にした。あ、で、あんまり全体的にかけたくないわけ。なんで？全部ソースの味になっちゃうじゃん。全部ケチャップの味になっちゃう。あ、なるなる。じゃあケチャップかけんなよ。見て、聞いてください。だから福岡で喧嘩ですよ、今二人。ケチャップかけんじゃねえ。だってケチャップってだってさ、自分食べ方ってやっぱあるわけ。でもお客さん絶対今、なんでこんなかけ方って絶対なるもん。そうだよ。伏線？あ、伏線？これ伏線って。なんで伏線だよ。なんで伏線だよ。ケチャップのかけ方。え、嘘、俺いつもああいう感じだ。あんなかけ方の人いないからマジで。どれも言ってなった。じゃあ端っこのあれオムライス食べてきたやつの塊のケチャップが出てくるの。だからなんていうの、たまにケチャップがかかってないところの味を味わいたい。ああなるほどね。ケチャップどうするの、使うの。いいじゃねえか、勝手にこっちにやらせてくれ。喧嘩ですよこれは。いいじゃねえ。もうダメだ、もう無理だ、副音声無理だ。あ、ダメダメだ、もう無理だ。喧嘩だ喧嘩。ちょっと一回止めてください。生田がケチャップとソース使うか使わないか止めてください。いやいや、好きにやらしてよ、そんな。ちょっと一回喧嘩。決まらない限りは、もう話せないよ、これ。ちょっと和解するまで一回止めてください。やんのか。一回ストップします。いいじゃないかよ、ケチャップ。もう一回止めます。俺はケチャップを縦にかけたいんだよ。ケチャップとソースは波打つんだよ。波打たないよ。お前らやるなら表でやれよ。じゃあ、副音声やっといてくれる？任しとけ、俺一人で。じゃあ、ということで、本日僕はここで、退席させていただきます。喧嘩ですからね。ありがとうございました。もう、ちょ、僕も行くお持ちいただけません。本日来てくれた、小栗旬と生田斗真でした。ありがとうございました。小栗丸俊三郎でした。俊三郎でした。ありがとうございました。ここからは、室津義一人でお届けしたいと思います。7000ファンフィスティハン。戻ってきていいよ。戻ってきていいシーンだな、これ。いいシーンだ。かわいそうだな、これ。でもそう。さあ、よかった。CM 中、仲直りした。若いし。もうね、ソースもケチャップのことも俺言わない。言わないことになったんだよね。うん、言わないことになった。みんな自由があるんだよ。うん。なんかごめんっていう。ごめんね。泣き合ってました。うん。かけ方のことでね。そうですね。でもさ、5話から6話だからさ、5話の時はまずさ、こう、なんていうの、こう、今までの5話までのお話だったりを、よし、話すぞみたいな気分だったけど、次も5話から6話だからさ、なかなかさ、こう、こんなことがありました。こんなことがありますよ。こういう人なんですっていう話にはまたなってかないじゃない。どうします、どうします。何でも2回同じこと。ちょっと待って。どうしますっていうのは、この、そろそろ30分になる頃で、この副音声の方向性を今、そう。ってことで、要はさ、今日多分この30分、マジで意味ない会話しかしてない。本当に。いや、リンゴとサンチェット。ヒムロックですけど。うん、リンゴとサンチェット、ヒムロックですけど。いや、前回も大概です。大概でした。それでも大丈夫？大丈夫、大丈夫だった。前回も前髪のこととか気になる。そうだよね。でもなんかさ、そこはまださ、本当に物語というか、このウロボロスにおいての裏話だったけど、今俺ら出したネタ、基本全部リンゴとサンチとムキムロックってさ、物語ともウロボロスとも関係ないから。関係なくなっちゃってるから。あ、ここ二人きりのシーンですね。そう。どうなんでしょう、この二人きりのシーン。この間ね、オムライスを作ってて、作ってきて、こう、美味しかったって言われたから、日比野さん嬉しくて、また作ってきてくれたんだよね。そう。なんだけど、これ、行くお月を休み。ボブ VS ショートってことね。お休みのやり方、ああいうやり方があるのね。そうそう
休み、休みって次第だよ。俺あれちょっと使わせてもらおうね。お休み、お休み。あれは演出なのか。あれ、ね、さあ時間がどんどん経ちましたね。でお休みで何してるか。山城隼人君、遊園地いるね。こちらはね、西武園遊園地をお借りして撮影しておりますよ。何してんの本当にな。あれ、聞いたことがある。あ、現れたよ、2匹の竜ウロボロスが来たよ、来たよ、2匹の竜ウロボロスです。囲みましたね。俺はお前と同じヤクザだからよ。なんだよお前、なんで俺のこと。殺された親父から預かってるものをもらいに来た。お前を助ける交換条件で。そしてね、一応裏バラス的なことで言うと、たっちゃんメガネ2本持ってるんですよ。持ってます、はい、金フレームと金と銀のフレームと2つありますね。通常時基本的に金銀フレームをかけてるんです、はい、たっちゃん、はい、でこの物語の中で何か戦いだったりそれこそ復讐だったり、うん、そういう時になるとたっちゃんメガネ金に変わります。そう、はい、そんな裏があるんですか。はい、たっちゃんの中で一応戦い用が金、うん、普段の生活用が金シルバーです。ちゃんとルールあるじゃないですか。そうなんです。ちゃんとした裏話になりましたよ、これ。一応ね、さっきの補足させてもらうと、メガネですか。そう、メガネ。そのルールを作ったのは、お兄ちゃんこと宮崎さんという文字道具さんね、はい、僕らに文字道具さん、はいはい、彼女とそういうちょっとルールにしていこうかっていう話をして作ったんですね。だからほら、金のフレームです。金のフレーム、はい、しっかり見直すとそういうルールがしっかりしてるのも分かりますね。じゃあ俺もそういうの一個。ああ、そう、ちょうだい、やっぱりそれ欲しい。これ、イクオが今、あの、スーツにスニーカーを履いてて、まあ、スニーカーはまあ、その、犯人を追いかけたりとか、何かを戦わなきゃいけない状況があるので、革靴よりは、スニーカー。その話長い？短くまとめるか。いいよ、もう。もう話しなさいよ。スニーカーなの。で、1話で、あのね、沢渡っていう、あの窃盗犯を、あ、はいはい、あの捕まえるときに、あの1年前の回想シーンが出てくるんですよ。 あの時は映ってないんだけど、実はね違う靴履いてるの、ね、で今履いてるこの白のスニーカーっていうのは僕の裏設定で、第2章の皆さんに誕生日プレゼントでもらった靴っていう設定なんです。ちゃんとあるじゃない。そう、なんかでも俺の話に比べたら大した話じゃないね。ほらほら、だからどっちが大したとか、どっちが大したことないとかじゃないじゃん。痛い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 痛くなっちゃってきたよ。頭痛いタイム。頭痛いタイム。頭痛タイム来た。頭痛タイム。痛い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 。これ結構なこと思い出すんですよ、これ今。ほら、あれ？お、すごい思い出すじゃん。デビッド伊藤さんだ。実行犯はあいつらだったと。今日はまだもっと痛がってる。え？出てるのかこれ。君が来るのか。あ、顔が出る。出たー！マジで！ひじり！ひじり！え？この距離感で？あ、撃たれた。この距離感わかる？リクオすごいな。リクはわかるの、頭痛だけはわかるの、うん、オスマンサンコンさん並みの視力ってことだよね。これリクを持ち上げる。もうこれ完全にね、キングコング緊迫したシーンだから二人誰爆笑しちゃって、肩に担いでんだよ、うん、キングコング一個人形みたいになっちゃったね。いや撃たれてるからね、気絶してるからね今ね。さあそしてこれね、これ下から引き上げて、うん、そしてまた、そしてキングコング。ラビスできた。ラビスできた。キングコングなんだな。いやだって60キロ、62、3キロあるからね。しかし、脱がすの手伝い。
ってもうた。がっつり打たれてるね。打たれてるね。大丈夫、生き抜けられる？大丈夫だ。大丈夫だ、行くよ。大丈夫だ。しっかりしろ。しっかりしろ。痛い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 。大丈夫。うん、大丈夫だから。大丈夫だよ。これ大丈夫。はっきり思い出した。え？何を？こんな時に？何を？さっきのやつだ。20年前、現場から逃げたのは、それで金時計を、おいどうすんだよ、これ渡せば助けてくれるっつったろ。助けてやるよ。でも今逃げ回ってどうにかなる状況じゃねえだろ。そんなこと言ったってそいつ撃たれてるし、やっちゃう。大変だ。僕は平気だから。あいつらを。それなりに痛いからな。僕は平気だからあいつらをって言われてさ、戦いに行くってなかなかじゃない？なかなかだよね。この状況で行くって言ったら、撃たれてる行く置いて。置いて？しかも、俺で、ね、ハヤと全然戦力になるってしないじゃん。一人で二人と戦うっていう。行くのも。あ、ここすっげえ大事だから、ちょっと静かにしよう。自分のシーンは静かに。静かにするの。不思議なシーンだから、ね。初めて、水木と、ね、電話で喋っちゃった。それも、イクオの携帯で電話しちゃったら、そうじゃん。もうさっき、あれですよ、シビノさんは、イクオの部屋にお見舞いを持って、イクオの家っていうのが出てきたんですからね。シビノさんとってたらもう、こいつは死なせたらないの。訳わかんない、こんなこと言われたら、シビノさん。イクオ。ピアノバージョン来た。助けてやってくれ。行こう、助けてやってくれ。はあ、ちょっともう一回もらっていいですか。行こう、助けてやってくれ。もう一回だけいいですか。セリフが安くなる。とうとうね、姫さんに電話しちゃったから二人の関係がどうバレようとも。間違いないのか。間違いないのか。今のたっちゃんっていうのがさ、あのプロデューサーの佐野さん的にはちょっとそっちの香りがするっていうところで、ボーイズラブ的なね、そっちに、ね、本当に、うん、濡れた顔してたよね。そう、濡れた瞳でたっちゃんっていうね、そういうところも、そう意識してないんだけど、そういう芝居だったんじゃないかという BL 要素、 BL 要素、若干打たれてからそのあったよね、打たれてる、うん、BL 要素、うん、俺はもう BL 要素だけ考えて作ってきてるからね。急にそんな BL 偏ってない。あ、お化け屋敷、お化け屋敷、うん、シャンデリアガーシャーンですね。あー出てきた。これ今僕ストーリー見れてなかったんですけど、すいません、なんでこれ2人でお化け屋敷行くんでしたっけ。あの逃げ場所が、うん、ハヤトが案内してくれてるんですけど、案内してくれる。あ、二人追っかけてきてるね。少なくなったこの時間帯なら、むしろ好都合だ。二手に分かれるぞ。よし。分かってるよ。銃は使うなって言うんだろ。まあ、こっちの方が楽しめるだろうな。あ、怖いね。嫌、うん、じゃない、こんな人たちに追われてさ。いや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 。嫌だよ。よく知ってたな、こんな隠れ場所。よく知ってたな、こんな隠れ場所、通用所。そうです。あんまりそんな大したことじゃないセリフなんで、そんなリピートしなくて大丈夫です。よく知ってた。そこは大丈夫です。リピートしなくて。大丈夫です。大丈夫です。昔連れてきてくれたんだって、一回。お父さんが。結局、写真撮ったら一回きりだったけどさ。すごい、でもここのさ、二人の、
あのお父さんが頑張ってメリーゴーランドに乗ってる姿があるし、いいよね、すごいいい。いい親父さんじゃないか。一度でも連れてきてくれたんだよ。いい親父さん。あんた来たことねえのか。あんた来たことねえのかよ。家族と。ねえよ。ねえよ。ないんだ。俺たちは施設で育った。かつてはないね。俺たちは施設で育ったからね。なるほど。さっき言ってた竜藤先生。俺は親戚のやつだった。ぶっ込んできたから。やめろよ。副音声でぶっ込むなよ、ムロツヨシ。しかもじゃなくて、ムロツヨシは親戚の家で育った。両親が離婚して、4歳の時に両親が離婚して、それはすぐに。ね、その話副音声で、そんな裏話いる。裏話じゃん、それ。裏話。裏話いらないよ。大胆なぶっ込みだったね。2月14日。あ、この日多分だから僕ら、この遊園地に来てる時は2月14日。うん、山椒隼人の誕生日。はいはい。そして、20年前の。20年前のバレンタインっていうか、かつて好きな女の子とかいないよね。学校にはいない。学校にはいない。あ、ガキくせえし。ガキくせえ。学校以外は？いるよ。一応、好きな人。誰すぐ見てるの。先生な、そのこと心配する日もねえだろ。ゆうこ先生だって。全然男っ気ねえくせに。いるよ。一応、好きな人。いい顔してんだよな。すげえいい顔してんだよ。ありがたい。彼のおかげでさ、俺の気持ちがまた膨らむよね。そうだよ。うん、行こう、うるさいんだよ。口出すな、こんなところで。いや、ほんとね、この二人に助けられてるっていうか ね、彼らからもう、ヒントをもらえるっていうのはすごくあるんだよ、ね。すげえいいこと言ってたのに。バルタってたっちゃん、大事な命。なぜここまで復讐に駆られるのかという自由があるのかもしれないですね。でもね、家族だったっていう気持ちプラスたっちゃんの中では大好きな人だったっていうね。お前ここに書かれてる。行くよ俺も。ここの俺の中野くんの顔がすごい好きなんだな。行くよ、うん、あのこれ出した後にこのちょっと いや、ここのリアクションがあるよね。いい、いいね、中野さん。もう一回見ちゃう。無理すんの。持ち慣れてないのバレバレだぞ。すげえな。危ねえ。来た、来た、怖い人来た。お化け屋敷より怖い人来た。いや、本当だよ。なんだよ、この屋敷。この屋敷途中でこの人出てきたら怖いよね。なんだよこの人本物じゃん。東側レインボーが来た。知ってる。いやこれこの6話こっから結構ガーンだよね。本当。本当にギャギャギャーンですよ。ギャギャギャン来る。アクセルもうベタ踏みみたいなのあら。なんだよ。だってもうみんながだってこれ向かってるわけでしょ。うん、みんながレインボーランドに向かって。日比野さんもこのさんおさん、ね、おさんおさんおさん方もね。あおさん方って言ったのか。うん、今おっさんって言ったのかどうか。あおさん方って後ろにほら長野さんいた、ね。長野さんもいた。長野。すごいなんかみんながキャ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 ってなってってるの。ね、深町だけいない。いないよ、俺も同じこと思った。何してるこの時深町、右腕なのに。深町この時松江組を仕切ってんじゃない？仕切ってる。旦那さん出ちゃってるから、そうそう。そうか、達也さん何してんのかなと思ってる、深町。来た、来た、来た、来た。日比野さん、こっからがね、さすが陸上部っていう足の速さなんだよ。ほんと砂利道だから、すっごい走りづらいんだよ、ね。うんうん。元陸上部の走りはすごいんだよ。速いんだよ、樹里ちゃん。ほんと足。今、救急車見ますから。お客さん
しんどいだろうね。散々30分ぐらい食ったらないこと喋られて、最後意外としんみり見られて。たまったもんじゃないよね。たまったもんじゃないよね。でももう喋れないよ、こんなことが起こってんだもん、俺らだって。茶化せないよ。こんな、真冬にトーマがほら。ほらほらほら。いつではもう、たっちゃんほら。すげえな。見てるね。気づられてるな。これはやばいでしょ。やばいな。今のはやばいよ。俺は警視庁機動隊鬼の4番隊の元トップだぞ。機動隊、まあ訓練中に若いやつ殴り殺してよ、左遷させられかねたとか。よく分かったよ、今。よく分かったね。ちょっとおだかになっちゃったけど。そういえばこれ見ちゃうな。最初の仕事だったな。あの柏場って女始末すんのだよ。おーい、アイスイッチ入った。つまんねえ仕事だったよ。なかなかいい女じゃん。入ってるよ。どうぞ。殴り殺してやろうと思ったもんね。でも結局銃撃ち殺すはめになった。強いのさ。7発よ。鬼の4番隊。みんな動いてる、動いてるね。やばいね、これ。今週どこで終わるの、これ。ね、やめて、7話に持ち越すとか。6話で解決して。終わっちゃうの、最初から。警察を裁くは我にありか。まあ、一応これ言うと、警察を裁く哀れみたいなのは、うん、まあ、原作のね、ウロボロスの副題の、はい、一応セリフというかオマージュというかね。ちょっと鉄板できるな。ありがとう、してくれて助かったね。岩崎さん止めるよ。ちょっと今日はやめて、今日はやめてくれ。すげえ石振って、石だな。セファーズ、セファーズ、ナセファーズ。ちょダメだね、ダメだよ、ダメだよ、これ結構ちゃんとマジで。ぜひにお願いします。キャンの達也からの楽しみ。あ、いい顔してるね、この音。お腹鳴ってるからね、ご飯食べて。すごいじゃん。教えてくれないんですか。言ってたよね、ひきさん。もし反社会組織の人間と関わりがあるなら、自分の前から消えてほしいって。だから多分もうすぐ消えるよ。僕は日比野さんが許せない種類の人間だから。泣けてくるね。ここから見ても泣けてくる。ちょっと待って、終わんないで。もう終わんないで。たっちゃんも殺されちゃうよ。これちなみに撮ったの3日前ぐらいだな。本当、うん、
柏葉結衣子のウロボロスのよ。え？何？柏葉結衣子のウロボロスって何？ウロボロスが出てきた。また綺麗だな、この成分のイルミネーションが、ね、これね、土曜日と日曜日はあのイルミネーションつくんでね。一緒って大丈夫です。ありがとうございます。成分の人情報ありがとうございます。本当に綺麗ですよ。すごいです。めちゃめちゃ綺麗。行くのここ大丈夫か、こんなとこでお前血だらけで座っちゃって。一般の人見たら、うん、びっくりしちゃうよ。もう動けない、もうウロボロスが、ウロボロスが大丈夫か、大丈夫、あれ嘘だろ、嘘だろ、どっちが、来週どうなるの、終わっちゃった、え、7話もお楽しみに。この番組の原作コミック1巻から3巻を抽選で40名様にプレゼントいたします。ご覧の宛先までご応募ください。ウロボロス第7話、銃弾に倒れた行く、そしてついにたどり着いた金時計の正体。許せねえ。まだだ。俺たちはまだ終わってねえ。この番組は、暮らし感じる変えていく D&G、ユーキャン、KDDI、トヨタ、森永乳業がお送りしました。ユイコ先生の敵取るためだ。